それでは100点を取るポイントについて解説をしていきたいと思います。大人気曲あいみょんさんのマリーゴールド、遅ればせながら覚えましたので動画にしてみました。麦わら帽子の女の子の後ろ姿がマリーゴールドに見えるなという情景が浮かんだと先日あいみょんさんがテレビでおっしゃっていました。こういうエピソードを聞けると歌詞の見え方も少し変わりますね。歌詞を覚えるきっかけになるかなと思いますのでご紹介しました。カラオケでは歌詞は画面に出ますが、全く覚えていないよりは多少覚えていた方が歌っている時に他のことにも意識が向けられますので、採点の有無に関わらず歌う時のコツの一つかなと思います。では話を本線に戻します。一つずつ説明していきます。音程、この曲は細かい節回しが特徴です。歌い回し、節回しはざっくり言うと歌のメロディーに絶対必要な音以外の音を入れることです。しゃくり、拳、フォール、ビブラートなどがそれにあたります。絶対に必要な音というのも定義は曖昧で、ポップスで作曲者が採譜した楽譜を見る機会はほぼないですし、音符通りの音程で歌わなければいけないのは歌の試験かカラオケ採点の時くらいのものなので、基本的には正確な音程は知る必要はないという前提です。ただカラオケ採点では採点用の楽譜に合わせて歌う必要があります。 CD の歌の音程をもとに音程バーが作られているそうなのですが、節回しの音は入っていたり入っていなかったりします。節回しの例としては君が恋しいの部分だと、君が恋しい、君が恋しい、このように節回しがある方が音が多くなります。この後の100点動画でも覚えたてで音程バーの目視が間に合わず節回しが再現されている音程バーで音程を変えなかったり、逆に一つの音程バーで音程を変えてしまったりしたのですが、身をもってこの曲を採点でやる上で一番ややこしいなと感じたところでした。この曲で高得点を狙いたい方は音程バーの音程を覚えられることをお勧めします。原曲の節回しと音程バーの楽譜とのズレは音程正確率、リズム、安定性、ロングトーンなどに影響しますのでご注意ください。音程以外の項目に関してはミディアムテンポでコントロールのしやすい音域なので、特別やりづらいものはないかと思いますのでさらっと説明します。安定性、節回しの影響でしゃくりをやりすぎたり拳が崩れたり音程バーから外れることが続くと安定性が下がります。
音程に気をつければ同時に改善されます。リズム、こちらも節回しの影響でしゃくりをやりすぎたり間違えたりすると、本来入るべきタイミングからずれ、リズムの評価も下がります。こちらも音程に気をつければ同時に改善されます。ロングトーン、ビブラート。ロングトーンに関しては特に意識しなくても問題ないかと思いますが、もし評価が低いようなら節回しの影響が出ている可能性があります。ですのでこちらも音程に気をつければ改善すると思います。ビブラートは苦手な方にとっては落ち着いてかけられるチャンスが少ないかもしれません。ご自身のやりやすい箇所でここでビブラートをすると決めてかけるのが良いかと思います。抑揚、節回しの細かい音程以外はアップダウンも少なく、音程正確率としては比較的取りやすい曲なので、ある程度基礎的なことができていて抑揚点が取れれば高得点が出る曲かと思います。声の強弱やマイクの遠近などを使って抑揚の評価を取っていきます。加点、加点に関しては節回しを原曲通りに歌えばたくさん入ります。補足、この歌い方が模範的かと言われれば全然そんなことはないので、参考程度くらいの楽な気持ちで見ていただければ幸いです。前回の動画と同じ日に撮ったものなのでマイクの不具合があります。撮影セットを組んでしまった後に歌って発覚したのでそのまま撮ってしまいましたが、音程、リズム、安定性、ロングトーン、ビブラートなど複数の項目において確実に評価が悪くなりますので、採点には大変よろしくないです。点数チャレンジの際は不具合のないマイクの時にされることをお勧めします。それでは解説は以上となります。懐かしいと笑えたあの日の恋も
今日という日になんと